黙って言って驚くだろうな。みんなごめん。石彦？よし。何が？うわ、ミクリオ、どうして？抜け駆けなんてさせないさ。え？僕も行く。ミクリオ、歩きながら話そう。時間が惜しい。あの狐男の言葉、狙いはアリーシャと考えるのが自然だ。ミクリオも気づいたんだ。当然。さ、急ごう。ミクリオ、なんだよ、改まって来てくれて、すげえ嬉しい。嘘一つつけない君じゃ、人間の中ではやっていけないだろうからね。じいじ、怒ってるよな。じいじは覚悟していたのさ、いつか君が旅立つこと。大げさだな。一生会えなくなるわけじゃないのに。分かってるんだ、じいじには。旅だったら君はもう人間の中で生きていくって。これはじいじの。人間の社会ではお金が必要だ。困ったらこれを売って足しにしろって。そして君に伝言だ。自由に自らの思う道を生きよ。お前の人生は精一杯。行こう。すごい。人はあまりに無力だ。それゆえ時代が急すると同志の出現を祈る。はこれが世界。この後最悪の時代と呼ばれた時代に現れた同志の物語が幕を開ける。
この森を抜ければ湖が見えてくる。斜面を下っていけばいいはずだ。わかった。ってやけに詳しいな。まあね、この日のために情報を集めていたから。こっそり？ずるいぞ。ジージの領域を感じなくなった。森を出たからな。いよいよここからが冒険の本番だね。ああ、まずアリーシャを見つけて狙われてることを伝えよう。で、狙ってるキツネ男もやっつける。兵馬との戦いはなるべく避けるべきだ。でもマイセンの仇を討ちたいのは僕も同じだ。だが汚れをどうにもできない僕たちは奴を倒せない。それどころか退けることもできるかどうか。もうジージの助けはないんだもんな。分かったよミクリオ。いや、兵馬か。走ってきたらすぐに攻撃が来るぞ。ちょっ、ケチらって。いや、まだいるぞ。はっ、行くぞ。逃がさない。一刀両断、天狼を吐けろ。行くぞ、進撃。結構いきなり兵馬に出会うなんてついてない。妙だな。偶然だといいんだが。もしかして俺が見えてるの分かって寄ってきてる？どうだろう、まだ断定できない。レイ、準備はできてるよ。防御に努めろ。あっ、せいっ、瞬撃。これでどうだ。まだいるぞ。せいっ、瞬撃。おとなしく眠ってくれ天狼。氷馬を何とかする力が欲しいな。やっぱり偶然じゃない。明らかに俺たちに寄ってきてる。いい眺めだな。なんか空気も違う感じがする。ジージの加護領域とは違う感覚だね。下界は汚れで満ちてるって話だったけど、なんか感じる？ミクリオ。それほど汚れてるって印象もないな。だよな、こんなに綺麗なんだし。見た目じゃ測れないものだろうが、今はこの景色を楽しむのも悪くない。ミクリオも下界初めてだもんな。ワクワクしてるんだろ。いいよ、そういうことにしても。
見えた。湖だ。大きな町がある。行ってみよう。準備はできてるよ。ちゃん、ヘビか。攻撃の間合いに気をつけろ。手足ないのに動けるってすごいな。おとなしく眠ってくれ。ケチだ。逃がさない。水を。兵馬を何とかする力が欲しいな。なんか下界に来たんだって実感してきたな。あっちこっちに目移りして道に迷わないように。地図があるから大丈夫なのだよ。ああ、天意見聞録に載っていたっけ。ただ古い地図だから自分で書き足して使わないとだけど。ミクリオ、行くぞ。回す。これだ。やるな。は、ケチだ。逃がさない。一刀両断。畳みかけろ。けか。は、行くぞ。逃がさない。兵馬を何とかする力が欲しいな。何か揉めてるな。本当だ、馬車が止まってる。ミクリオも撫でてみたら。犬。こういう動物は僕らの存在を感じていて苦手だ。笑うなよ。誰だって苦手なものぐらいある。私らは赤霊の羽、商人のキャラバン隊だよ。俺が隊長のエギール、その子はロゼだ。よろしくな。俺はスレイ、よろしく。今度はちゃんと自己紹介したね。うせえ。あ、キャラバン隊ってことは旅してるの？そう、世界を股にかけてんだ。へえ。俺たちは通商条約に守られている。だからどの町も基本フリーパスだ。密売とか持ちかけてくる変なのもいるけど、私らは信用第一。やばい仕事をこなす同業者もいるが、俺たちは俺たちのやり方でやる。それが私たちのプライドってやつ。うん、これが人間の証拠ってやつか。そうなんだ、なるほどな。しばらくレディーレイクに滞在するつもりだ。何か入れようなら遠慮なく言ってくれよね。うん、ありがとう。営業する前に馬車を何とかしてほしいんだけど。数日前、アリーシャ姫がここを通って都に戻ったらしい。俺も噂の騎士姫を見てみたかったよ。アリーシャ姫か。無事に都に着いたみたいで一安心だ。あの狐男は追いつけなかったらしいな。それにしても王家のものだったのか。まさかお姫様だったなんてね。姫が騎士、しかも遺跡に探索。どんな事情が。考えてもしょうがない。あの狐男も町に入って彼女を狙ってるかもしれないし、早くアリーシャに知らせてあげなきゃ。
空気を取れ、みんな。ちょっケチラッチュー、かけろ、これはない、巻き上がれ、ちょっケチラッチュー、逃がさない、一刀両断、待つ、はっ、行くぞ、逃がさない、終われない、まだ、今以上の強敵と合わないことは祈るか。最後の匂いがする。町に入る申請かな。今のうちに済ませば馬車が動いたらすぐ入れるぞ。うん、じゃあそうします。お、皆さんご迷惑をおかけしました。ちょうどいいタイミングだったな。レディレイクにようこそ。都か。なるほど、人間の町はこんな感じなのか。ちょっと圧倒されるな。だよな。さて、僕たちは観光に来たわけじゃない。まずはアリーシャを探すべきか、それとも狐男からか。とりあえず町を回ってみようと思うんだ。情報を集めたね。了解。お兄さんどう、この服本物のシルク生地だよ。今なら860ガルド、お買い得だろ。安いんだ。失礼、奥。あ、追い払った方がいいよな。どうやって。露天商に襲いかかった暴漢として衛兵に捕まるのがオチさ。周りの人にとっては普通の人間なんだから。そっか。
おやつ作り完了だ。そろそろぶっ倒れな！おら！ハエが止まったのかと思ったぜ。ほら！すごいな。ああ、近づかない方がいい。わかるか坊や、どんなに苦しくてもスリなんてしちゃいけない。うっせえジジ、死ね。なんだよ、まだなんかあんのか。うわ、何驚いてんのさ。あれ、そっちの兄ちゃんなんかうまそうな匂いがするね。スレ、逃げるぞ。ここは確か転移見聞録に。この先の聖堂に湖の乙女が守るという聖剣があるのかって、並ぶ気。まさか、今はアリーシャの安全が大事。今はね。はあ、聖堂ってこんなに華やかなものなのか。さすがに同志伝承が残る街だね。それだけに気になる。加護領域を感じない。そういえば、伊豆地ではジージの感を常に感じてたのに。ジージが特別大きな力を持っているから。あれほどだったとしてもだ、この街はとにかく汚れが強い。ちょっと気分が悪くなるくらいだ。あ、大丈夫なのか、ミクリオ。まだね。正直、長居するのは遠慮したくなってきてる。想像してたより氷魔も多いし。俺たちって本当無力だよな。氷魔の姿が見えてるってのに。もどかしいけどしょうがない。僕たちに浄化の力なんてないんだから。それに氷魔に疲れてる人間にも理由がある。横島な心に付け入られてるのさ。こんなに華やかな街なのにな。これが普通なのかもな、人の街では。今、古代語で書かれた石碑が見えたぞ。
吠えてるんだ。お前は間違いない、狐男だ。追いかけよう。あの狐男、狙いはやっぱりアリーシャだろうね。騒ぎになったから一旦引いたのかも。それにしてもなんて逃げ足の速さだ。ワンコがまだ追ってる。絶対逃がさない。よかった、無事だ。どうやら追い詰めたようだ。ミクリオ、準備はできてるよ。お前の好きにはさせないぞ、キツネ。あくまで邪魔するってか。巻き上がれ、ケチャ。前より強いんだよ。伊豆市ではジージの加護領域がこいつを弱体化させていたのかもしれない。丸焦げになって後悔しな。さあ、ミクリオ、今回はしっかり殺すぜ。雑魚のくせに俺の邪魔しやがったんだからね。トリオ、違うんだトリオ、これは黙れ。お前たちは一体。三度は言わない、黙れ。
ルナール、掟を忘れたか。次はない。いいな、行け。アリーシャ姫暗殺の依頼は手違いだった。もう我らが狙うことはない。信じろっていうのか。我らにも矜持がある。振り向くな。姫は何かと敵の多い身、暗殺も姫の排除を狙った手段の一つに過ぎない。我らへの詮索などに割く猶予はないぞ。姫が気がかりなら聖剣の祭壇に急ぐんだな。なんでそんなことを教えるんだ。矜持と言ったろ。一応お礼は言った方がいいのかな。ミクリオ、大丈夫か。ああ、一体何が。助けられたらしい、暗殺組織に。どういうこと。アリーシャを狙ったのは手違いだったみたいだ。狐男はそいつらに連れて行かれた。それよりアリーシャに別の危険が迫ってるみたい。みたい、みたいって。しょうがないだろう。とにかく聖剣の祭壇に急がなきゃ。なんだ、祭りを見たいなら表に回らないか。でも今お兄さん通ってきたよね。そりゃあ僕は運営に協力してるし。そういうことだ。ここは関係者以外立ち入り禁止だ。急いでるんだ、そこをなんとか。ダメだ。なんか切羽詰まってたから、どうにかして剣の祭壇に行きたいんじゃ。そうなんだ、アリーシャが。それは余計なこと。とにかく助けてくれるならすごく嬉しいよ。じゃあお金が必要だね。お金。さあ、さっきの兵士に渡す袖の下、僕たちが頼んだ上で捕ませれば通してもらえると思う。いくらぐらいいるの。そうだな、ま、1000ガルドもあれば確実かな。やっぱやめとく。ま、よく考えてみて。僕らはどっちでもいいし。しつこいな。それとも関係者と示せるとでも。あ、この紋章はアリーシャ姫の。ね、関係者でしょ。紛れもなく本物だ。どうぞ。ありがとう。待った待った、武器は預からせてもらう規則です。うん、わかった。せっかく入れたのに、ここからじゃ祭壇が見えないとか考えてる。つい。おい、ミクリオ。僕の特権だよ。ちぇ。おい、失礼。ちょっと見てくれ。お、何？スレイ。アリーシャ。やはりスレイ、よくぞ都へ。姫、こちらは。彼がスレイです。ああ、
辺境の遺跡で姫を救ったという。スレイ、こちらはマルトラン卿、今回の聖剣祭の実行委員長を務めてくださっている、そして私の槍術の師匠でもあるんだ。よろしく、スレイです。よろしく、スレイ殿。スレイ、都へはやはり剣の試練に。それだけじゃないんだ、実は。その怪しい一団の言うことは事実だ。私のことを快く思わない者たちは多い。だがそれに臆するわけにはいかないんだ。けどアリーシャ。ありがとう、スレイ、心遣い本当に感謝する。もうすぐ聖剣祭最後の祭事、上演入刀が始まる。最後まで見ていってくれ。あれが為政者の覚悟か。なんかすごいね。そうだ、それ剣の台座を見てくれ。え、うん。何見えてないってことは天族なんだ。彼女と話せなきゃ剣は抜けないんだろ。普通の人じゃダメなわけだ。すっげえ、伝承は本当だったんだ。ミクリオ、声かけてみてよ。僕が？俺だとみんなに変な目で見られるだろ。しかしだな。人々よ、レディーレイクの人々よ、この数年皆が楽しみにしていた聖剣祭も世相を鑑みて慎んできた。だが今年はアリーシャ殿下のご理解と全面的な協力により開催する運びとなった。最近は異常気象や疫病、不作や隣国との政情不安など憂い事も多い。だがこんな時代だからこそ、伝統ある祭事をおろそかにしてはならないと私は考える。さあ湖の乙女よ、その力を表したまえ。湖の乙女よ、我らの憂い、罪をその高き炎で浄化したまえ。レディーレイクの人々よ、この祭りを私たちの平和と繁栄の祈りとしよう。祈りが何だってんだ。これで俺たちの仕事が戻ってくるってのか。評議会が武具や作物の通商権を占有したのは戦争を追っ始めるためだろう。俺たちを野垂れ死にさせる気か。こんなもんは評議会の自己満足だ。俺たちはこんなご金取りにはごまかされねえぞ。黙れ、祭りの邪魔をするな。やめないか。ふっ、ざまにろ。仕組んでたな、この暴動は。あの衛兵、大臣の仕業に間違いない。勢力争いに守るべき民を巻き込むと、そこまで腐ったか。アリーシャ、スレイ危険じゃ。いけません、敵意に身を任せては、ヒョウマが生まれてしまう。汚れを生み、汚れが氷河を生み、このままでは湖の乙女、なんとかできないのか。あなたは浄化の力を持ってるんだろう。天族、
なたは私を。ってことだ。ミクリオ、火を消してくれ。あの黒い炎は氷魔と言っていい。僕に何とかできるのは普通の炎だけだぞ。わかった。ずるい、君は。もしや他に天使がいるの。ずるい、まずいぞ。氷魔がどんどん湧いてくる。浄化の力は私が振るうのではなく、この剣を引き抜き、私の剣となった者が操る力なのです。それなら…スレイ！スレイ！お待ちください！私の剣となるということは、私を宿す器となり、宿命を背負うということ。浄化の力を操り、超人的な能力を得る代償に、人に疎まれ、心を打ちのめされることもあるでしょう。氷魔から人や天族を救うため、苦渋の決断を迫られることも。それは想像を超えた孤独な戦いです。それが同志の宿命。それを今受け入れろっていうのか。そうですわ。だから。君の名前を聞いてもいいかな。あ、はい。ライラです。ライラ。俺、世界中の遺跡を探検したいんだ。古代の歴史には人と天族が幸せに暮らす知識が眠ってるって信じてるから。俺の夢は伝説の時代みたいに人と天族が幸せに暮らす方法を見つけること。氷魔を浄化することで人と天族を救えるなら、それは俺の追いかけてる夢とつながってるんじゃないかって思う。ズレイ、君は。ズレイさん。だからライラ、俺は同志になる。この身を君の器として捧げ、宿命を背負う。私はずっと待っていました。汚れを生まない純粋で清らかな心を持ち、私の声が届く者が現れるのに。さあ、スレイさん、剣を。よし。アリーシャ、下がってて。スレイ、氷魔は任せていいんだね。うん、残った火を頼む。よろしく。狼人間が氷魔化したのか。スライムたちは私の炎で対処します。同志の力で彼らを浄化してください。了解。よし、何事です。行くぞ。まずは負けられ、負けられ、負けられ、負けられ。炎よ、一夜は浄化の日まで。行くぞ。逃がさない。
けなさい。天皇、負けやがれ。逃がさない。負けるぞ。もう一度開けます。浄化の総影。炎よ、舞台へ。おとなしく眠ってくれ。まずは何。そんな、スレイ。スレイ、本当に。うん、俺同志になったよ。静まれ、静まれ。バルトロ大臣。アリーシャ殿下、暴動が起きたと報告がありました。ええ、ですがもう収束しました。同志の出現によって。何ですと。レディーレイクの人々よ、こたびの政権祭はこれにて幕とする。さあ皆さん、ご退場なされよ。立ち止まらないでください。進んで進んで。後日顛末を伺いたい。マルトラン卿もよろしいか。どうしたと。それではスレイさん、私はあなたの中に戻りますね。あ、うん。俺が器だもんな。不思議な光景だよ。スレイ、どうした。私が入ったせいですね。ミッコミワンは高熱にうなされると思いますわ。どうして。体に入った異質な力を排除しようとする人の機能なのでしょう。天族に腰入れした人は大抵寝込んでしまいます。人が器になるとそうなるのか。やば、もうダメ。スレイ、大丈夫なのか。大丈夫くない。ちょっと3日ぐらい熱も。それも姫様の悲惨。スレイ、こっちのが事件だな。目が覚めた。おはようございます、スレイさん。おはよう、二人とも。気分はどう。うん、もう大丈夫。ここは、あれからどうなったんだ。ここはレディーレイクの宿屋です。アリーシャさんが手配してくださったんです。そして君は本当に三日三晩寝込んでた。そっか。スレイさん、ミクリオさん、少し街を歩きませんか。うん、いいよ。じゃあ、行こうか。目が覚めたのかい。よかった。あら、意外と若いのね。同志様。一躍有名人だな。そうですね。腹減ってるだろう、同志殿。すぐ支度するや。ありがとう、おじさん。けど、ちょっと出てくるよ。そうかい。じゃあ、支度して待ってるとするや。お代は気にしなくていいからな。俺のおごりだよ。ほんと？ありがとう。じゃあ、ちょっと行ってくる。人はほとんどいないな。まだ早朝だからか。うん、どうかしたのか。うん、なんか変な感じがするんだよ。胸が押さえつけられるような。なんだって。まさかもう。
スレイさん、それは汚れですわ。私の器となったことで感じるようになったのです。私の力は早くも馴染んできている証ですわ。へえ、そうなんだ。けど汚れってこんなに。はい、人々が活動し始めるともっと汚れを感じると思いますわ。さあこちらへ。綺麗な湖だな。ああ、だけどこの湖の美しさとは裏腹にレディーレイクの街は汚れてしまっている。うん、俺も汚れを感じるようになって実感した。このままじゃいけないよ。ここレディーレイクだけではなく世界は確実に蝕まれていっています。このように美しい景色であっても天族の加護がないことをなんとなく感じるでしょう。うん、伊豆地ではずっとジージの加護を感じてた。なのにここでは何も。ライダー、僕たちにただレディーレイクの状態を再確認させたかったわけじゃないんだろう。大事な話があるんだね。はい、お二人に改めてお伝えいたしますわ。同志のなすべき使命を。同志は人や天族に災厄を与える氷魔を浄化の力を操り沈めることができます。これこそが同志の力と言えますが、それをなすことが同志の使命とは言えませんわ。同志が沈めるべきは氷魔を生む汚れの源泉とも言える存在、災禍の剣士。災禍の剣士。私たちは古来よりそう呼び習わしていますの。どの時代でも多くの氷魔が跋扈する背景には異常に汚れを持ち、その汚れで氷魔を生み出す災禍の剣士が存在していたのですが、災禍の剣士は時に世界の在り方を大きく変えてしまいますわ。それほどの災厄をもたらすのです。待って、確か天意見聞録には200年ほど前から同志が現れなくなったって。その200年前にも未曾有の災厄が世界を襲ったとも記されてたな。まさか。分かったよライラ、その災禍の剣士っていう汚れの大元みたいなやつを見つけ出し沈めるのが同志の使命なんだね。だけどそいつは一体どこにいるんだ。今は同志の使命を理解してくれればそれで十分ですわ。え？私はスレイさんに答えを導き出してほしいのです。後悔のないスレイさんの答えを。スレイさんのままで使命は忘れず、けれど縛られずに。俺の答え。そのためにスレイさん、災禍の剣士が何をこの世界にもたらしているか、そしてこの世界で人や天族がどのように生きているか、その目で確かめてほしいのです。確かに俺はまだ
この世界のこと全然知らない。世界を旅していろいろ知って、その上で導き出した答えを持って最下の剣手に相対してほしいのです。難しく考えることはないんじゃないか。要は世界を旅して回ればいいってことだろう。ですわ。とにかく飯、もう腹減りすぎて倒れそう。じゃあ宿に戻ろうか。スレイが倒れる前にね。